戦争の体験を本当に、私たちに後世に語っていただけるということでですね、今日はたくさんの方々来ていただいております。ちょっとまずはゲストインとしてですね、今日の番組企画にご協力をいただいております、この方自己紹介してもらいましょう。 FM 読谷父面聖路おまんちゅの皆さん、わた生ゆしり町せざきみぶらくの方から、90歳なる戦争体験者の唯一の体験者の島福康子さん、立ちこの町地域でいっぱいいろんなことをやってきてます。ボランティア活動で村の婦人会長とか、あるいは伝統工芸のユンタンジャナウイの理事長なんかもやったりして、すごい、方で記憶力のある方で、この方を中心にしてこういうふうな戦争でのいろんなこの厳しい寂しいきつかったことなんかも含めて、後世にわた後輩の方に絶対に残すべきだということで、体験のものをですね、歌詞にして残して今後やっていきたいと思っています。はい、よろしくお願いします、サビラ。それでは、その歌をですね、まずは皆さんにお届けしたいと思っておりますので、皆さんご準備はよろしいですか。じゃあ島福さんもよろしくお願いいたしますね。はい、それでは皆さん、よろしくお願いいたします。歌っていただきますのは戦花。昨年の12月の31日に、沖縄タイムズの新聞の方にも掲載されておりまして、島福さんがこう、戦前戦中戦後のことをお話をされていることが少し掲載されておりました。私も読谷の方々に、ぜひこの思いを伝えたいなということでですね、今回の企画をいただきまして、松田先ほどね、紹介させていただきましたけど、松田さんとお話をしながらですね、番組進めていけたらいいなと思います。島福康子さんはザキミ出身で現在90歳ということでございましてね、11歳の頃に、戦争を体験されまして、空襲でお父さんを亡くされ、その翌日、4歳の妹を背負って、お母さんやお姉さん、そしてご親戚の皆さんと共にヤンバルの方へ、避難されたと。本当にこうヤンバルの方では西海岸からヤンバルの山奥に入り移動しながらの生活を送られ、終戦の頃には東海岸の、瀬高、これはあの二見の奥の方ですね、今では、悲しいですけど向こうには今また新たな基地が作られようとしている、そういう瀬崎の浜というのがございますけども、その近くで、お過ごしをなられたということであります。戦争で、お父さんやそれから出兵した長男のお兄さん、それから三男のお兄さんを亡くされたということもですね、私の記録には記されております。昨年、ご自身の思いをですね流歌で、作ろうということで、それを読み上げていただいて、それをまた、当時の様子などを後世のまたコマガンちゃんですね、若い人たちに伝えていけるということですね、曲に乗せて今日はそれをご披露させていただきました。はい、島福さん改めて、こんにちは。
元年昭和8年トゥイドシンマリヤイビンマリンスダチンザキミの島福ヤスコンリーチョウビン、今回のこの草花という歌、これをまず流歌にこのその体験のことをですね流歌にしたいなって思ったきっかけは何だったんですか。皆さん、ばあちゃん合唱団、ばあちゃん合唱団ザキミのアイビーでだからそこら辺でそうなんだ、ルーターこの、うん、作って、うん、歌ってみようか。へ、最初はしかし戦ような話にせな、うん、本当に、うん、口にもし、うん、シーブしかねえびらんこと、うん、そうだね、ね、安心がな、昨今も本当に、うん、世界世の中がもう大変ですよね、はい、テレビインダワン、はい、ラジオチカワン、はい、本当に心痛いこと、そうですね、ビカジリやイビーこと、うん、ああもう自分たちはなんか生かされて、うん、自分は何をしてきたかね、うん、何もないんですよ、うん、だけどこれから二度とああいう戦争しみてえななんて、うん、この心がいつも思ってはいたんです。それがきっかけなんです、うんうん、そっか、あ、はい、だからこの歌の始まりの一番最初の嵐食い父場というのはこの戦争のことを聞いてという意味での嵐なんですね。あ、なるほどね、うん、もう本当に勇気をしてます。そうか、本当ですね、昨今もそういうことを本当にニュースとかね、みんなも新聞でも本当に本当にそういう思いあるけど、どんな気持ちでやってるのかなって考えるともう書かずにいられない。はい、うん、戦言うにせ、うん、戦のことっていうのは言いたくもないし、うん、忘れたいで思ってん、うん、わしらだ、うん、だからもうそれが募ってこのように自分が歩んできた人生なんです、うんうんうん、これは、うん、なるほどね、だからもう皆さん私以上にご苦労なされている方々面前で思いし、はい、ここまで、うん、もう取り上げていただいて、うん、本当に感謝しています。ありがとうございます。